するんだ。はい、ゲストとラッピートークのコーナーです。本日のゲストはキム・ヨンスンさん。はい、はい、ヨンスンって呼んじゃってますけどね、はい、呼び捨てみたいな感じで、はい、ですね、はい、エステサロンの、まあこれあれですね、エステサロン経営とスクールとされてるっていうことで、はい、株式会社マインドアライブ代表取締役社長でいらっしゃいますね、はい、なんかもうあのすごいな、すごい実力家ってね、なのにそんな感じじゃなく気軽に4寸とか言って大丈夫ですよやってますけど、はいはい、よろしくお願いします、ね、よろしくお願いします、はい、どっちあの場所はどこですか、サロンは。東区小出来町です、ね、あ、小出来町なんですね、はいはい、私昔会話の学校行ってたんですよ。あ、めちゃくちゃ近いと思います、はいはいはい、あの機関バスのね、ところですよね。そうなんだ、はい、なるほど。で、今日もお仕事の帰りですよね。そうです。エステティシャンもされてるってことですよね。そうです。養成もしながら、はい、うん、ね、養成スクールにもね、うん、エステティシャン養成、エステティシャンになるための技術とか、うん、それからあとカウンセリングだとか、うん、接客とかを指導してサロンに、うん、こう開業するとか、なるほどね、あと就職するとか、まあ、自分がやってきたことを全部伝えるっていうことですね。そうですね、そんな感じですね。すごいね、すごいすごい、うん、それも何年ぐらいでしたっけ。独立して8年になりますね、うん、はい、順調にこう来た感じですか。なんとか、すごいね、それもね、なんとかなんとか、そうですね、できるっていうのが、その独立してうまくいくっていうのがすごい。そうですよ、うん、独立するのは誰でもね、できますけど、そうですよ、続けることが大変ですもん。10年頑張ろうと今思ってますけど、いや、もう10年どころか、いや、ずっとやってください。死ぬまで死ぬまで、はい、いや、でもで、この間もバリに行かれてて。そうですね、バリ何回ぐらい今まで行かれたんですか。14回くらいだと思いますけど。それはバリには自分のリゾートとしても行かれるんですか。そういう風に行けたらいいなと思うんですけども、うん、まあ、全部研修とか、うん、あと買い付け、何、オイルとか。そうですね、オイルとか、あとそれに必要な材料とか全部ですね、うん、ああ、そうなんだ。今されてるエステはそのバリの感じ、そのエステの方法なんですか。エステは、ね、総合的なものをやっているので、一番メインで力を得ているのはバリニーズのメディカルエステというのですね。どんな感じなんですか。だよね、もうあんまやってもらったことないメディカルっていうのを聞いたことがないから、もし、こうリラクゼーションっていうことだけではなくて、あの不調を整えるっていうことなので、例えばあの体の向きを変えるとか、歪みを矯正することとか、整体みたいなのも入ってますか。入ってます。へえ、入ってます。体のこともすっごい勉強されるっていうことですか。そうですね、一応勉強はしてきました。そうなんだ、うん、バリでじゃあ研修っていうのは何やるんですか、はい、もっぱら技術ですね。言葉わかるんですか。片言。片言、バリって何語。インドネシア語です。そう、ちょっと想像が、ちょっとしゃべって、こんにちはってなんて言うんですか。スラマパギー。全然わかんない。では、おやすみなさいは。スラママラン。スラマがつくの。そうです。全然聞いたことない。スラマっていう。スラマ、はい、まさにそれだけ。それだけ。へー、すごい大変でしたけど、言葉の壁って本当に、はい、でも技術のものってこう見て、うん、結構習得することですよね。それは変わらないですよね、うん、なんか、なんか言葉は通じなくてももうボディでこう、何ですか、ボディランゲージ で聞くときも質問するときももうこう、これ OK みたいな感じでなんとかやってきましたね。そうなんですね。そうです。すごいな、バリ一回見たことないですよね。めちゃくちゃいいですよ、ね、で自分もやっぱり やってもらうんですか、うん、そっち向こう行ったら。 あっちこっちでやってもらって、うん、あのやっぱ経験するということは必ず行ったら4カ所以上はやってます。なんかあのオイルっていうのは、はい、さっきのね香りがしたんですけど、私、はい、お土産でいただいたのと同じ香りだったんですが、はい、やっぱり主流になってるオイルとかが決まってるんですか。決まってますね。あの日本ではなかなかやっぱり咲かない南国の花なので、うんうんうん、英語で言うとフランジパーミ、あのプルメリア、うんうんうん、プルメリアね。そうですね、それなんですか。大体もうそれからと、それの抽出したオイル、抽出したオイル、それとか、あとあのチュンパカとかっていう、これがあの他の国にあまりないので表現できないんですけど、そこからこうオイルが取れて。あ、そうなんだ。お土産の
香りってほとんどそのこう独特な香りのするものじゃないと、別にどこの国でもあるじゃないってなっちゃうので、結構似合いますよね、かなり結構あの不調を整えたりするんです。あ、そうなんだ、はい、バリに行くと行ったらエステ行きたいっていう人が結構多いんですよね、女性は。もうその島のメジャーな観光スポットですからね。あの安いんですか、やっぱ島子は。安いです。そうです、物価も安い。そうなんです、じゃあもう行ったら毎日 やれるぐらいの感じですか。やりますね。いいな。あ、どこもあれですか、外れはないんですかね。外れはありますね。ありますか。じゃあもう行くときは要するにどこがいいか聞いて、ぜひぜひぜひ、もうこういう名前のところにちゃんとしたとこ行きたいでしょうね。この地区この地区にはそれなりにおすすめ のスパはありますから、もうぜひ声かけてください。あのインドとバリっていうのは違うんですか、はい、インドエステもあるじゃないですか。あ、全く違います、ね、全く違う、はい、インドはなんかアーユルベーダっていうなんかイメージが、ね、あったりするんですけど、そうですね、インド そのアーユルベーダからバリニーズエステは、源流ではインドのバリエステな、あのアーユルベーダなんですけど、もう全く違います ね、そうなんですか、オイルも違う、やっぱしオイル、インドはごま油とか、あ、そうセサミオイルとかを使ってるんですけどね。バリはもう全然また違って、マッサージの仕方みたいなのも違うんですか。違いますね。あ、そう、どう違うんだろう、分かんないね。バリエステの方が世界のいろんな技術が入ってるんですよ、ミックスされてる、ミックスされてる。だからインドはやっぱりインドみたいな、そうです、そのインド独特の国柄みたいな、国柄みたいなとこありますけど、バリエステはあのいろんなヨーロッパ の、あのリンパマッサージとか、はいはい、あの日本の指圧とか、はい、取り入れてるんですね、ストレッチとかいろいろ全部混ざっちゃったんですよね。で基本は全身にこうオイル、裸でですか。裸ですね。前も前も、何も履かないですか。本当は履かないんですけど、基本日本ではなかなかそういうのは、紙パンツとか履きますね、紙ショーツを1枚ですね、向こうでもそうなんですね、はい、向こうは履く履かないって言われるんで。そうかそうか。でもストレッチ怖いよね、ちょっとね、その足のストレッチとかすると履かないし、ちょっとやばくない、やばくない、大丈夫です、大丈夫ですか。その時は布を上手に巻いてる。そういうことですね。それって女性がやってくださるんですか。メンズもいます。あ、メンズセラピストもすごい上手です。あ、まあ、手がやっぱりこう分厚くて大きいから、男性にマッサージしてもらう方が気持ちいいような気がするけど、そうね、メンズのね、あのフォーハンドっていうマッサージがあって、2人同時で一緒にやってもらって、それ最高、最高です。大きな声じゃ言えないけど最高。いや、なんか別の意味でも、まあ、いろんな意味で最高。いいです ね、ちょっとこれもちょっと、テンション上がってる、テンション上がってますね。もうバリ行きたい、もうちょっと本当にどこがいいか教えてもらう。もうその時になったらもう全部書き留めていきます。そのそこどこってこそっとねえ、ね、あれですよね、今度韓国もね、なんか行かれるってことで。そうですね、あさってからちょっと韓国にこのバリエステの技術を、あの指導をして、すごいですよね、それもね、オファーが、そのオファーが来るっていうところが、なんかちょっとすごい嬉しいんですけど、本当ですね。韓国は仕事以外では結構行かれたりとかしてるんですよね。ちょっとご飯食べに行って行けたらいいなって、2泊3日ぐらいで仲間と行くんですけど、結局ちょっと仕事もして帰ってくるみたいな。あ、そっか、向こうでしてくるっていうのはどういうことですか。向こうで商材の買い付けだとか、あと向こうのエステサロンとかスパサロンやってる方との交流会とか、なるほどね、そういうのあるんですね。もう受けても来るんですか。受けてきます。韓国エステはまた違うんですか。ね、違います、ね、また違う。赤すりとかあります。もう赤すりありますね。二度と私はやりたい。痛い、痛いらしいですよ。痛いイメージありますね。痛いイメージありますね。痛いし力づく。もうおばちゃまたち、あのアジュンマータって言うんですか、大変なパワーで、だからあの痛い痛いっつっても、わはははとか笑ってやるんですよね、聞くところによると。ああ、全然やめてくれない、やめてくれないって聞きました。癒されはしませんね。うん、癒されないです。疲れを取るというような技術なので、ああ、うん、揉み返しありそうだよね、あんまりきついマッサージされると。でもあれが好きな人はやっぱりハマっちゃいますね。強いのが好きな人はね。今度その日曜日にあのそのこっちの方から指導をしていくんですけど、はい、逆にあの向こうの最新の宝石、あの水晶とかを使った最新のセラピーっていうのをちょっと学んでくるので、またそれも水晶使うんですか。水晶を使って、黒い石を使ったストーンセラピーってあるじゃないですか。はい、それとはちょっと違う。水晶 の、 そのエネルギーとか、あとこう温める温め方がまた違うんですね。同じようにこう
こう石を当てるっていうことは同じ感じなんですか。当てるのと触るっていうか、まあ、大きさも全然違ったり、ああそうなん、あと形も全然違うので、いろんな形の角度を使ってやることとか、あとガタガタってなってる水晶なんですか。丸いのとかじゃなくて、丸いのと斜めになってるのと、うん、あとギザギザとなっていたりとか、はいはい、いろいろあるんですよ。水晶ってすごいパワーあるんですね。ありますね。石のエネルギーってやっぱ宇宙とつながってるって、この怪しい話になりますけど、まあまあでもそうですよね。そうですね。私も持ってますもん、水晶守りで。そうですよね。それが人の体の経絡とか、あるべき場所にこう流れていくようにするという、この最新技術を今度学んできますので、すごい聞いてるとやってもらいたくなるね。ぜひ、ね、ちょっと体験してみたいし、で今度ね、あの教会をね、もうこれ教会設立されたんですか。もう少しで立ち上がるので、はい、あの準備は全部万端で出来上がってます。国際バリスパ協会、はい、会長、はい、理事長です。理事長いない、名前は理事長ね。どんどん行きますね。どんどん。これ日本だけではないんですか。日本で立ち上げたんですが、ええ、あの私の最強 の、 あのパートナーが大阪にいまして、うん、でその大阪のパートナーと一応、まあ、4名で立ち上げるんですけど、はい、助けてくれる方たくさんいらっしゃるので、これ技術をあのバリで学んだ知識とかを全部、はい、いろんな形にして、はい、海外に全部こう伝えていきたいなという。なんだか目論みを、でもすごいですよね。日本だけじゃなくて海外っていうことですもんね。そうですね。バリエステすごいと思うし、うん、あのいろんな技術をこう混ぜてやることで、うん、あのエステという枠を超えてるんで、うん、これをやっぱり皆さんに健康として伝えていきたいですね、うんうん、だからメディカルっていうね。そうです。そこですね、はい、いいね、これ会員にはどういう方がなれるんですか。もうどなたでもあの入会をしていただいて、うん、あと入会した方は必ずあのハンドマッサージとか、うん、あのフットマッサージと気軽に始められる、うん、あのセラピストのコースということで、うん、勉強していただけますと、それ一応ディプロマとか資格は取得できますね。いいですね、はい、でもまあなんかこう自分で人にやってあげるってことですよ ね。そうです。やってもらいたい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 けど、うん、やってあげたい人ができたら、あ、そうですね、ちょっとした時にね、そうですね、ちょっと手を貸してっていうので、まあ、私もピラティスばっかりじゃなくてそこでちょっとそれもやってます。サービスとかちょっとやってますよ。知識とか技術とか持ってるといいですね。あったね。何も経験ない方 も、 あ、もう全然これから大丈夫です。うん、もうすでにあの予約ということで、ね、あの立ち上がってオープンしたい方も予約もしてるんですけど、無経験者の方が何名か、そうですか。面白いね。まず受けてみるっていうね、うんうん、そうすると、うん、ああこれはいいってなりますよね。いろんなコースがあるんですね。で人って受けたい人とやりたい方が分かれてきます。そうですね。受けたい、まあ、受けたいけどやりたいっていうか、ね、うん、自分がやれるって、そう、まあ、誰かにやってあげれたらいいかもしれないなとは思うけど、うん、まずは受けたいぜひお待ちしています。そうですね。そのストーンもいいですね。ねえ、本当にぜひぜひ。もうちょっと話聞きたいんですけど、もう押しちゃって時間結構来ちゃった。ねえ、意外といろんなお話聞けて今日よかったですね。はい、うん、ありがとうございました。ありがとうございます。はい、うん。